え、20代介護士、看護師です。閣議決定で、介護職員処遇対、改善臨時特例交付金を施設しました。え、この政策は2022年4月から福祉介護職員を対象に収入を3%程度月額9000引き上げるための措置を実施するとしていますが、うちの施設の施設長に行ったら、施設が損をする、手続きが大変と全く取られてくれません。介護省を辞める以外で何か良い方法や施設が交付金を出すという方法などありますかえっと、転職活動をして、あの、交付金くれるところとか給料が高いところに転職すればいいと思います。 結局、その、あの、あなたが辞めない限り、その施設長は、その施設を変える必要がないんですよ。いや、その、安い給料で働く人がいる限り、別に昇給する必要ないじゃないですか。なので、その、その施設の給料を高くするには、人手不足にするしかないんですよ。 で、あの、給料の高いところに人が集まるような構造にするために、じゃあ、給料の高い施設にあのその転職するみたいにした方が、社会にとっては良くなるので、なので、あの、施設長が完全にものを決めるのであれば、さっさと転職しちゃった方がいいと思います。要は、その、あなたに給料、自分の給料を決める権限があるのであれば、その施設に残ってもいいと思うんですけど、そうじゃないのであれば不可能です。はい。で、結局、その、なんか、 働いてる人の給料を上げないようにしようと思ってるようなところで働いてる限り、結局自分が損するだけなんですよね。多分まあ、施設長はムカつくけど、なんか施設のなんか職員の人は仲がいいとか、家の近所にあるからとか、まあいろんな理由をつけて、その、自分がそこで働くことがいいことなんだっていうふうに自分自身を洗脳して思い込もうとしてるんですけど、残念ながらその、給料に、あの、ちゃんと払おうとしない経営者のもとでずっと働いてるという事実は変わらないんですよ。 なので、早めに辞めて転職した方がいいと思います。